あれだった、うん、あの白焼きカレー歌えるの？サイマジョは歌える、歌える、歌える、まあやってもいいけど、みんなが、うん、あ、プリテンダー、プリテンダーもいいし、プリテンダーもいいよ、どうぞ。プリテンダーでもいけんじゃない？プリテンダー、プリテンダーいけるよ。あ、ちょっと多分いい、一緒に歌うの？かもれんの？俺も歌うの？俺も歌うの？そうだって、したらさ、もう座ってちゃんとコード出すわ。うわぁぁ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 ぁプレテンダーはプレテンダー、ちょっとプレテンダー、おしっこ行ってくる。掃除大変だから座ってしてよね。はい。いつも立ってすんの。おしっこって用途なんだね。どんぐらい気合わせようよ、げんちゃん。どのぐらい立って歌う、立って歌おうかな。じゃあマイクの位置を上げて、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 下げて、はい、もう1セット、上げて、下げて、あ、もう1セット。高い？高ければまだあと2個ぐらい下げられる。長尾が歌ってくれる。だけど否めないぐらい。もう離れがたいのさ。一緒に歌ってくれるから長尾が。長尾一緒に歌うんすか。いいよ。グッバイか。君の運命の君の運命の人は僕じゃない。OK、言える。高い？なんかこれ。それ、え、それは。君の運命の人は僕じゃない。だけど。下げそう、うん。下げてもいいよ。舐めないんでも。下げると。俺がたいのさ。その髪に。ないけど。やばいのさ。もう一個下げても。やりやすいかも。バイ。僕じゃない。あ、それで歌いたい。これでいきましょうか。いきまーす。え、待て待て待て、歌詞出して、歌詞出して、歌詞出して。なんでね、これか。え、これ、どっちに行くよ。元気と違う。いいよ。さっき元気だって。ここが先なの。それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願って僕がただ Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、やいや、でもいやいやいや、グッバイ。それじゃ僕にとって君は何？答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがある。
ちょん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 、次俺が3、はい、誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとってピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいな、あ、もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。どうぞ。なんて純な心で、なんだ恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいんだ、そう願っても虚しいのさ。グッバイ繋いだ手の向こうにエンドライン、引き伸ばすたびに未来には君はいない、その事実に暗い、そりゃ苦しいよな。その髪に触れただけで痛い、いやでも甘いな、いやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。の作り方ね、いい感じだったね。いや、ちょうどいい感じに。やっぱり僕はハモってる方が楽しい。てかハモってる方が高い音が出るんだよ、なんかわからんけど。これはすごいね。やっぱ切り抜いてください。切り抜いてください。切り抜いてください。切り抜いてニコニコ動画に上げてください。やめなよそれ。やっぱオフがいいな。オフすげえ合わせやすいや。いや、わかる。オフの生演奏やっぱいいんだよな。いや、なんかやっぱ2人でやるのと、うん、ずっとなんかね、やりたい。やめろよ、夏じゃん。だから本当に3人でやりたかったし、3人で聴きたかった人もめちゃめちゃいたと思う。なんかさ、ね、武道館乗るにせよさ、普通の生演奏でやりたいな。そうね、カラオケじゃなくてさ、バンド対でバンド対でやりたいな。3人でやっぱり歌いたかったからめちゃめちゃ嬉しい。いや、超いい、超楽しい、超楽しい。これな、やっぱカホン叩けるようになりたいな。楽器で参加して、お尻とか叩いとけば、お尻とか叩いとけば消すだろ。ドゥーベドゥ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 もうしょうもなっちゃった。ケツラムソロー。ケツラムソロー。ドゥルドゥルドゥルって。ツインペダルね。ドゥルドゥルドゥルってことなんや。ツインペ。テーテーじゃん。テーテーじゃん。言うとりますけど。いますけども。言うとりますけど。あとは何が歌いますか。なんだろうね、難しいよね。難しいね。
難しいわね。あケツドラムツインケだってやばいな。それやばいでしょ。どんな体勢やねん。首が2つに割れちゃう。